はい、それでは前回の続きを行っていきたいと思います。今回は前回まで作った育成ゲームに、誕生した子猫が少しずつ大きくなっていく機能および、十分に成長した子猫をタップすることで、画面上部に回収できる機能を、実装していきたいと思います。それでは、今回あの子猫を、表す新たなクラスを作っていきたいと思います。前回までに子猫は UI イメージビュー型のクラスを使って、表現していましたけど、今回はそれを継承した新たなクラスを作ってみます。それではこのナビゲーターエリアで、ビューコントローラーとスイートの上のあたりで、コントロールを押しながらクリックしてみましょう。ニューファイルというのが出ますので、それを選択して、さらにスイフトファイルを選択します。NEXT ですね。で、ファイル名を聞かれますので、チャイルドという名前のスイフトファイルを作りましょう。そうですね。このファイルの名は、クラスの名前と揃えることにします。で、チャイルドというクラスが作られましたね。今からこの中身を変えていきたいと思います。このインポートという行がありますので、ここは消しちゃって構いません。その代わりにこのチャイルドというクラスを作っていきますね。で、今エラーが起きてますけど、この UI イメージビューを使うためには、UI キットを、インポートしないといけないですね。あとは、カッコは一つ足りないですね。はい、これで OK です。で、このチャイルドという名前のクラスは、この UI イメージビューを継承しています。そして、プロパティがいくつかあります。Age というプロパティは、これは初期値を0にしておきます。IsTouched は False、IsGrown は False にしておきます。これらの使い方については後ほど説明しますね。で、Override ファンが Touches Binion ですね。これは、このチャイルドクラスを使って作った画像をタップしたときに実行される命令ですね。で、isGrown、十分成長しない子猫をタップしたら、ここで、このタッチズビニャンをメソッドを終了します。で、isGrown が true のとき、つまり十分猫を成長していれば、以下の内容が実行されます。isTouched を true にします。タップしたってことをフラグにして true にしておくわけですね。UI ビューのアニメーションイズレーションですね。これはアニメーションになります。どんなアニメーションをするかといいますと、0.5 秒間かけて、猫の中央座標、子猫の中央座標を Y 座標のみ500減らしてくださいというふうになりますね。この座標系は上に行くほど Y の値が小さくなりますので、500引くということは画面の上の方に消えていくことになります。X 座標はそのままで Y 座標のみ500減らすことになりますね。で、このようなアニメーションをするということですね。十分に育った猫をタップすると上の方に消えていくという、そういうことになります。では、ビューコントローラー .swift の方を選択します。こちらの方にもいくつか追求していきますね。まず、ここですね。チルドレンというこの配列なんですけど、今、作ったチャイルドクラスを格納するための配列に変えていきます。こうすることで、このチルドレンには、チャイルド型の変数のみ格納することが可能になります。これに応じまして、いくつか変更点を加えていきましょう。まず、ここですね。チャイルドキャットは UI イメージ型ではなくて、チャイルド型にします。それによって、ここのエラーも消えるかなと思います。あと、フレームの方。これは、この子猫の大きさを決めるために必要な行なんですけど、これはとりあえず使わないので、コメントアウトしておきます。で、あと、新しく追加された、猫なんですけど、親猫の手前に来てしまって親猫が隠れてしまいますので、ちょっとこのあたりの表記を変えたいと思います。このアットサブビューの行をコメントアウトしまして、次のように書き換えます。セーフビュー、インサートサブビュー、ゼローサブビューですね。このチャイルドキャットを、キャット、親猫の一つ奥に追加するという、そういう設定に変えていきます。で、あと、このあたりの追記を行っていきますね。このような追記を行います。先ほど、チャイルドの中に書いた、Age プロパティの値を一つ増やしてあります。つまり、DoFrame は1回呼ばれるごとに、このチャイルドキャットの Age プロパティを一つ増加することになります。で、このエイジに応じて、このサイズを変えています。30プラス、エイジ ×0.1 の値を
サイズにしてあります。イメージが増えれば、この大きさも大きくなることになります。そしてこの大きさが親猫の大きさを超えたら、この大きさを、サイズを親猫と同じ大きさにします。そして、十分に成長した子猫は緑の枠で囲むことにします。子猫の境界の色は緑にします。いわゆるカラー、グリーンカラー、CG カラーで緑になります。そして境界の深さは、チャイルドキャット、レイヤー、ボーダーウィルスで、指定することができます。今回は2にします。でチャイルドキャットのイズグロンプロパティをトゥルーにしてやります。そうすることで、この猫が十分に育ったということを、表記することができます。そして、セルフビュー、プリムサブビューとフロントで、十分に育った猫は常に手前に表示されるようにします。そして、この猫の座標を指定してあります。この場合はフレームで指定しますね。X 座標はそのままですけど、Y 座標の方を、キャットフレームオリジン Y プラスキャットフレームハイト。これは、親猫の足元の座標ですね。からサイズを引くことで、子猫の左上の座標を、決定して、なおかつ、子猫の足元の座標を親猫の足元の座標と揃えることができるようになります。で幅と高さはこのサイズにします。こうすることで、足元の座標が揃ったまま、子猫は成長していくことになります。それでは、動作の方を確認してみます。シミュレーターの方を選択しまして、実行してみます。アプリが起動するまで少々時間がかかります。アプリが起動しました。前回と同じく3秒ごとに親猫は子猫を産んできますが、産んだ子猫はこのようにすくすく育っていくことがわかります。そして十分な大きさになると、このように緑の枠で囲まれます。育った子猫をタップすると、まだ回収されませんね。まだタップしても反応ありません。一つ忘れておりました。ユーザーインタラクションエネーブルドプロパティをトゥルーにしないといけないですね。ラットのトゥルーですね。これで、このチャイルドキャットがユーザーの操作を受け付けることが可能になります。再び、シミュレーターの方を起動してみます。子猫が生まれて、子猫はどんどん育っていきますね。で、親猫と同じ大きさになると、先ほどと同じく緑の枠で囲まれます。そしてタップすると、まだ動作おかしいですね。画面の下の方から、猫が出てきてしまいます。それではその点を修正したいと思います。このチャイルドキャットの中ですね。この中で、もし、チャイルドキャットの水、タッチ度が、true であったら、continue ですね。こう書くことで、タップした、猫をタップした後には、子猫をタップした後には、その子猫に対しては、この構文の中の処理は行われないことになります。それでは再び実行してみますね。猫が子猫を産んでいきます。生まれた直後の猫をタップしても何も起きないですね。ただし、十分成長した後、緑の枠で囲まれた猫をタップすると、このように画面上部へ消えていくことが確認できます。今回は、前回まで作った、猫の育成ゲームに加えて、産んだ子猫が成長していく様子、及び、成長した子猫を画面上部に回収する機能、を、実装することができました。今回は以上になります。